インドネシアのポップカルチャー媒体グイグイさんから質問が届いております。ありがとうございます。アニメソングとそうでない曲とでは制作プロセスに違いはありますか、もし違いがあればどんな違いがありますかということで、うん、まあだって一番違うのはやっぱりオリジナルは自分で好きなものを作れるけど、うんうん、アニメソングってやっぱりその作品のための歌だから、うん、やっぱ作品のために作るというのがもう根本的に違うよね。あ、だからその作品を歌いたいと思ってうちら歌えるわけじゃないじゃん、はい、確かに。なんかこう巡り合った仕事をいかにこう作るかっていうことで、一番最初にやっぱりその作品を読み込んで見て好きになるとこから始めますよね。うーん、自分が好きにならないとさ、だって絶対聞いてくれる人にも伝わんないと思うし、だからその作品をまず好きになる、そっから曲を作り始めるから、やっぱ時間はかかるよね。あ、うん、だフットワークは軽いわけではないよね、アニソンを作るっていうことは、うん、でも時間がかかればかかるだけなんか思い入れもなんか深くなっていきますよね、うん、そう。でもなんかやっぱりうちらの仕事ってね、あるあるだけど意外と時間ないじゃん。まあ、正直思います。そう、何日まで作れとか勝手に言うじゃん。でもね、ここででもうちらもこう答えを出さないといけないから、はい、でもそうですよね、遠藤さんが担当されている、はい、やっぱアニメの主題歌の特に歌詞とか、うん、でこうすごく綺麗に作品が、うん、それ聞けばどういう話かやっぱ分かるっていうところありますよね。まあうちらボーカルはやっぱほら言葉をね伝えることができるパートじゃないですか、唯一バンドの中では、うんうん、だからやっぱり言葉をちゃんと伝えてあげるっていうのは第一前提だけど、別に俺はオリジナルソングだからとかアニメソングだから歌い方を変えるっていうのはない。うーん、やっぱり言葉の意味をすごくね、自分で経験したことじゃないと歌えないしさ、うん、だからなんかいろんなことを経験したいなとは思う、この年になっても。へー、